最近は少しずつ心拍進めてますけど、夏も平気なのかな、こいつら。暑い割には元気です。どれやろうかな。ちょっとね、こいつ珍しくこんなとこに隙が出てんな。これ去年作った木かな。そうだね、これ去年作った木です。まあ元気そうだね。枝が走り始めてる。ちょっとハゲがあるけど、これはそんなに急いでやることねえな。さあ今日はこいつ掃除しよっかな。まず簡単な作業から取り掛かろう。掃除しまーす。この木は去年枝配ってね、それ前に曲げてあった木の枝を配置して去年作ったかな。動画で多分紹介したと思うけど、作ってる時1年でもポモコになりました。さあ今日は掃除だけでいいかな。ちょっとこれまだ下げた方がいいな。下げれるかな。ちょっと絞りましょうか。ちょっと曲がりそうなんで絞ろうと思います。ちょっと跳ね上がってる感じするんでね、まあ枝は下げればいいんだけど、ちょっと幹ごとちょっと引っ張ろうか。よし、そうしようと思います。暑いんで枝あんまり針金かけたくないね。これも下げたいけど、今日はここだけちょっとやって掃除しようと思います。これ一回使った針金ね、伸ばして再度使おうと思いますけど、さあ、さあ巻いていきまーすなんと巻いたけど足りませんでした。これなんかさ、十分足りると思ったんだけどな、こんだけ長きゃ、60センチはあると思うんだけど足りなかったよ。というわけで新しいやつ使おう。もう一回やり直して、よいしょ。というわけでもう一回巻き直します。意外とな、意外とたくさんいるんだな。よいしょ、ちょっと枝の細かいとこ来ちゃったよ。なると太い針金は辛いよね。よいしょ、細いやつで巻き直せばいいんだけど、本当は面倒くさいんでこのままいっちゃいますけど、まあ、ここまででいいだろう。これ絞れたのか。これでやっぱこの針金じゃちょっとあんまり効かないかな。でまあ一応最低は効いたか。ギュッギュッ、よいしょ、まあいいや。とりあえず針金かけました。これでだいたい効いたでしょ。あと細かいとこも振ってくといいんだけどね、ちょっと熱いんでやめとこう今日は。さあ剪定します。掃除します。はい、剪定まで終わりました。ここが開いて見えるかな。あの枝落としてくると思うんで、将来ここの枝が落ちてくると思うんで埋まると思いますけど、今日針金かけませんけど、ここは頭絞った分で落ちてきたからちょうどかけなくてもよくなったな、頭もな。ここはちょっと下げたいけど、まあだいぶ切り詰めたんでこれちょうどよくなったと思いますけど、よし、はい、結構優しい木になったんじゃないでしょうか、はい、楽しみです。これ好きだな、こういう木は。よし、こういう軽快な木は楽しいね。さあ次どれやろう。よいしょ、さあこれやった次はどうしようかな。これにしとこうか。あー、これか。こ
れは答えが見つかってないんだよな。まあこれにしましょうか。この木どうやって作ろうかなって考えてるんですけど、こっち正面だとここの立ち上がった感じが退屈なんだよね。こっちの方がいいでしょう。こっちの方が太く見えるし、ね、ここは細く、ここの枝はもう太ってこんなにいったら曲がらないから、ここ諦めだな。邪魔、正面、こっち正面するならこれ邪魔、切り戻しようかな。ちょっとこれ切るかな、この陣切るかな、これ使えるかな、使えるかわからないけど、ここかろうじてまだ曲がるんで、こっち作ってみようかな、ここで作ってみ、これこの枝使って作ってみようかなと思います。まあここで作るって言ってもあるけどね、ここでここはどうも、いや僕嫌いなんだよね、このまっすぐした感じがね、あとあと嫌な感じになると思うんで、あとここもまっすぐなんで、ここは諦めてこの1本で作ろうかな。これ使えるかもしれんな。これを曲げてみようと思います。いらないな、これ垂れてるな、折れてるのか、まあいいや。よし、ちょっといらないとこまず外しちゃおうと思います。これ使うから、これちょっと、正面にこの陣が来ちゃってて邪魔なんで取っちゃうことにします。ちょっと角にしとこう、自然な感じにできるだけ。よいしょ、やっとこやっとこ、よいしょ。まあこれはすぐに向かない方が本当はいいんだけどね、すぐに向いちゃった方が作りやすいんで、後から向いた方がね、陣が硬くなるんだよな。すぐに向いちゃうとちょっと陣が折れやすくなっちゃうんだけど、まあ、いらねえなここな、あんまりな。植え付け角度変えるかもしれないんで、ひょっとしたら役立つかもな。よし、じゃあここ針金で曲げてみましょうかね。ちょっと曲げてみましたけど、やっぱりまだちょっとここのカーブがちょっとね気になるな。うん、思い切ってさ、折れてもいいのでギュッと。お、意外と曲がったぞ。で、一直線になってるんで奥行き取っとくか。少しくらい折れても、おお、やっぱ夏はな、粘りがいいね。この季節は粘るね、曲げやすいね。ここら辺が次の枝の芯になるかな。だとしたら植え付け角度も変わるね。こんな長さいらないな、ここ。ちょっと待ってよ、これ針金ごと切っちゃえ。よし、使うのはここだけだから、よいしょよいしょ。下側に刺しちゃったとこ外そうか。これが頭かな、次の。これどうしよう。これこっちに出てるから、植え付け角度変わるな、これ次で。次の植え替えで変わりそうだな。で、これ送り、止めとこう。よいしょ。ここは、使わないでしょきっと、今の考え構想だと。ここはもう、ここも陣になっちゃうな、ずるっと。今から陣にしようか。ここも使わんな、きっと。
今回ちょっと押さないんで、頭の芯も針金かけたくないからな。送りはかけてもいいけどな。でここで作るんで、これいらないね。この時点で外しましょうかね。もうちょいつけといてもいいかな、今外すことはないんだけど、邪魔だから取っちゃいますか。あ、そっかそっか、針金巻いちゃったな。人に向きにくくなっちゃった。よし、これいらないな。なんか、まあ、植え付け角度変えたら見えると思うけど、こんな感じか。でこいつらで頭作って、この枝とこの枝落としていって、これ落とし、こいつ落として、こいつ頭で、こんな木になると思います。はい、今年はこれでやめとこうか。来年この続きやろうかな。あ、待てよ、植え付け角度がちょっとこういう、こんなもんか、こんなもんなんで、ここを生かすとしたらこんなもんか、ちょっとひねっとかねえと。はい、ちょっとひどいことしたんで、ちょっと日陰に置いとかないといけないな。はい、今年はこれでやめて、来年続きやろうと思います。もうこれは形大体決まったな。楽しみだぞ、これもこれね、この辺が生きてくるんで、いいね。細い木でしたけど、全部取っ払ったんで、緑の部分が小さくなったんで、だいぶ木が太く見えていいんじゃないでしょうか。来年作ろうと思います。さて、ちょっと気になるのいたな。そういえばどれだっけ、これだっけ。そうそう、これな、杉葉出てたな、どっか。さあ、去年でここまで作って、ここまで作ったんですけど、頭剥げてんな、一箇所。針金でここ、こっち持ってきて埋めとこうか。この枝しっかりしたんでね、針金かけてもいいでしょ。ここちょっとこっち持ってきて、あとちょっと簡単に掃除しようかな。あ、杉葉が出てるの、これな、いらないんだな、ここな。念のため残したけど、いらないんで取っちゃおうか。うん、取っちゃおうかなと思います。はい、じゃあ作業します。あ、なんかこの木かっこいいね、ここは面白い。剪定と針金かけ終わりました。針金かけてこの間を埋めました。あとちょっと気づいたんですけど、こっちから見てもかっこいいね、この木ね。ここちょっと外して、この陣の面白いのが正面出てきて、ひょっとしたら面白いかもしれません。ただこの木はここ気に入ってるんで、で将来この細いんで、この枝外して、この枝をもうちょっと潰すように持ってきたらいいんじゃないかなね、と思って、ちょっとここいじめておきました、ここ伸びれるように。はい、でここでかぶしてこようかな。ちょっと個性的な木になって面白いと思うんですけど、どうでしょう。はい、この木終了。よいしょ。